いやバスケしてーなー。バスケか、まあ最近やってないしね。ちょっと雨だしなー。そうだねー。どうしよう。体育館行く？めんどくさー。確かにめんどくさいなー。めんどくさい、めんどくさい。家みたいできればいいのにねー。そうなんだよねー。おー、どっちゃん。どっちゃん。なになにそれ、なに持ってる。これなんかね、本屋さんに売ってた。本屋さんに。そうなんだ。てかさ、バスケって書いてない？ほんとだー。バスケ劇場。あ、ちょっちです。しっちゃんです。パンパラパッピーのっちゃんです。はい、ということでダンボール工作第2弾発売されました。イエーイ。ということで今回はですね、このダンボールキットを使ってフリースロー対決していきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。よっしゃー、じゃあ組み立ててみよっか。組み立ててみましょう。これあれだね、あのボール、バスケのさ、支柱の部分。はい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 。それ3つあるからさ、ね、見てる組み立てよ。これは折り目がついてるから、こうやって折り目に沿ってこうやって折り曲げていって、で、これほらあの板の部分かな、この何点とか書いてある部分。はい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 。をここに組み合わせて。なるほど。こういうこと。そう、折り目がついてるからさ、簡単だよね。うん、簡単簡単。そうだね。不器用な僕でも作れちゃう。あ、すごいすごい、よっちゃん早いね。よっちゃんどうした？全然分かんない。そうだ、全然ついてこれてないじゃん。何してたの今。大丈夫。そしたらこれがあのほらゴール、はい、あの入れるところ、あ、なるほどね。だから両面テープ貼ってあるから、こうやってくるっと、はいはいはい、カゴの形にしよっか。なるほど。バスケっぽいね。いけたー。出た。オッケー。そしたらこれをここにね、なるほど、両面テープで合わせていこう。できたできた。これでバスケットのね、ゴールの支柱完成。イエーイ。じゃあ本体に組み合わせていこうか。イエーイ。おっしゃいか。おお、いいねいいね。おっしゃー。いやいや、よっしゃ、なっちゃもん。そう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 。おいおい。こんな感じでね、本体取り付けられたから、最終の仕上げしていこうか。オッケー。よっしゃー、これで完成。いい感じ。ね、ちょっと寂しいからさ、シール貼ろっか。シール貼ってこうか。いやー、すごい、すごい、シールめっちゃたくさんついてるなー。いっぱいついてるよ。あー、たくさん貼りたいなー。ちょっと待って。どんどうしたの？中はどうやってシール貼るのかな。いや。よっけー。よっけー。来ましたー。かわいいね。やっぱシール貼るのいいよね。全然違うね。これ、これついてるシールでもいいしさ、好きなシール貼ってもいいし、あとお絵かきしてもいいよね。それでは早速フリー対決していきましょう。はい、じゃあまず最初私からいくね。はい。じゃあ5回やって得点が一番低かった人は罰ゲームです。うわー、マジか。じゃあ頑張んないとな。はい。じゃあまずやっぱ3点の4つ狙っていこうかな。 OK。 あー、やばい。1回目0点よっしゃー。2点。さあ3回目。あー、惜しい。あー、やばい。次4回目。やばい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 、やばい。最後の点ラスト。やばいじゃん、やばい。2点。今2点。やばいよ。おー、4点。4点でーす。うわー、結構難しいねこれね。結構ね。で、次私いきます。はーい。あ、難しい。難しいね。誰狙い？今ね、よっち狙った。やっぱ俺狙ってる。そうね、真ん中に球が来ないと。球が真ん中に来ないね。違う違う違う。あれ？俺も。待って、2回目。違う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 。超えましたよ。違う違う違う。いくよ。はい。ゲーム。わー！超入る。わかったね。いっちゃんばっか入る。いっちゃんばっか入るね。今2点。2点。3回目。あー！うわー、魔物住んでるから。いっちゃんいけ。次ラスト。ラスト？よ。ああ。これはね、これは0点です。マジか。ということで、なっちゃん4点。うわー、同点だ。4点以上いかないといけない。そうだよ。じゃあ次、よっちいきまーす。はい。はい、どうしようか、今。ゼロですね。いきまーす。2点。え、待って、これ何？これ今の何回目？今の。今2回目。はい、3回目。3回目。わかい。わー、やばい。あ、次4回目。これ入れたらやばい。よっち狙い。さあ、次よ。次ラスト。いきます。よし。わー、6点。6点。じゃ
はい、そうですよね、はい、じゃあ私となっちゃんが5対5対でやっていこうか、はいはい、そうだね。で先に得点を取ったタッチ、じゃあ私1回目、うん、おいで、あいつになっちゃん、はい、そう、うわー、怖い怖い怖い、うわこれはノーカウント、うわくっそー、ということで勝者なっちゃん、罰ゲームりっちゃん決定、今回罰ゲームの決める方、これを使いたいと思います、こちらです、どうぞ、クレーンゲーム作ってみたで今回罰ゲーム決めたいと思います。クレーンゲームまで作れちゃうんだね。そうなんですよ、見てください、でも中身罰ゲームでしょ、もう全部これ罰ゲーム入ってますから、うわー、OK、 じゃあやっていきますか、やっていきましょう、じゃあ水色狙おうかな、水色、あ、そう、動いて動いて動いて、横に動いてます、さあ、この辺でいいかな、うん、これでいいかな、よろしくまーす、お、いいよいいよいいよ、くつか、なんか、あ、来た、わー、取れた、なんだこの罰ゲームは、よいしょ、さあ、そしてまた戻しまーす、よいしょー、じゃあ、はい、さあ、なんだなんだしようか、はい、さて、私の罰ゲームはなんですか、じゃじゃん、生卵一気飲み、うわ絶対嫌だ、はい、じゃあこちらの生卵一気してもらいます、大変、どうぞ、まらない、皆さん絶対真似しないでください、はい、いきます、はい、あー、白身、うわあー、いやすいませんね、なんかこんな罰ゲームで、はい、全然全然、美味しくいただきました、全然、はい、というわけでこのダンボール工作第2弾はですね、全国書店にて発売中ですので、皆さん買って遊んでみてください。それではこの動画が面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう、バイバイ、チャンネル登録はこちらから、僕たちに実験検証してほしいことを募集中です、オファー下の